待ちまっ、ん、あれ見て、なんだと、カッパ、そうか、奴が天女を守っていたんだ。奴が天女のもとに渡ろうとする者を川に引きずり込むんだ。そんなに怖いの、カッパって。見かけ的にはそんなんでもないな。大丈夫ですよ、カッパごとき。気をつけろ、ヨシヒコ。平気平気、あんなのに負けないって。よし行こう。嘘でしょ。あのカッパなかなか侮れんな。完全に勝ったって顔してんな。許せん、俺が倒してくる。ダメです、誕生さん、水の中では絶対に叶いません。陸におびき寄せるしかないか。私に任せてください。いい考えがあります。カッパって本当にキュウリ好きなのかな。一般的にはそう言われている。うん、問題はここまで罠の仕組みがあからさまに分かる状況に飛び込んでくるかな。信じてください、奴は必ず来ます。持ってるな。ダメだ、下流の方にも他のカッパ見張ってんな。上流にもカッパうじゃうじゃいるよ。まさにカッパッパルッパッパーだな。カッパッパルッパッパーとはどういう、カッパッパルッパッパーとはどういう。いいんだ、単に行ってみたかっただけだと思うから。カッパッパルッパッパ、もういいんだ。